はい、まず最初に、チーム名と監督さんのお名前をお願いします。はい、ユグインフレンズと言います。はい、私は辰川圭吾と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段の練習場所というのはどのあたりでされているでしょうか。はい、地元にあるユグイン総合運動場というところで、いつも行っております。はい、あの監督さんに就任されたいきさつというのはどんな感じでしょうか。はい、はい、もともと私の父が、30年、チームを率いてまして、その後私もコーチとして携わってたんですけども、6年前に、引き継いで、今に至ります。じゃあ6年間やってられる。そうですね。はい、ありがとうございます。最近なんか、まあ、過去でもいいんですけども、なんかこう目立った成績みたいなのがもしあったら教えてください。そうですね、小学生の甲子園といわれる、全日本学童の軟式野球大会で、先月5月にありました大会で、ベスト8が今、最高となっています。はい、分かりました。チームのなんかスローガンみたいなのって決めてますか。一応モットーとしては、私から野球の楽しさを伝えることと、あと、怪我をしない体づくりで礼儀を、この3つを、子供たちに伝えるように、しています。はい、ありがとうございます。月々の部費って大体どのくらいでしょう。月に4年生から6年生、あ、すいません、3年生から6年生までは、2000円で、1、2年生と2年生は、1000円、いただいて運営費に充てております。あの合宿とかはされてますか。はい、今コロナの影響でなかなかちょっと難しいですけども、あの合宿を行ったこともありますし、今後もちょっと続けたいと思っております。はい、普段の練習時間って大体どのくらいされてるでしょうか。そうですね、一応学校が早い水曜日に、3時半から、大体6時まで、で、土曜日と日曜日は、試合がない日は、1時から大体6時ぐらいまで、いつも行っております。じゃあ結構練習量豊富な。そうですね。はい、なんか気をつけ練習で気をつけてることとか、これをなんか中心にやってるとかいうことか。はい、まず野球を楽しんでほしいことが第一なんですけども、そのためにはまずは目標を持つこと、野球を楽しむためには目標を持って、そのために一生懸命、するということを伝えながら、練習に取り組んでいます。はい、ありがとうございます。チーム出身でですね、まあ、角度もいいんですけども、高校とか大学で活躍された選手ってはいらっしゃるでしょうか。そうですね、結構対応前にもなるんですけども、大学の方で、九州共立大学で、全日本の、メンバーにも選ばれた、選手も、過去にもいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。体験参加で子どもたちを集める活動ですけど、どんなことをされているんですか。そうですね、できれば年に2回、練習する場所の、ユグイン総合運動場で、子どもたちを、体験会に呼んで、でいろんなことをストラックアウトだったり、ちょっとこう野球に触れながら、何か興味を持ってもらうように、いつもちょっと取り組んでいるようにしております。はい、卒団されたあの生徒さんですけども、結構中学で野球を続けられる方多いでしょうか。そうですね、近年硬式野球とかですね、野球を続けてくれる、子どもたちも、増えてきているように感じます。その時にですね、中学の部活でやるのか、例えば硬式のクラブチームに入るのか、どちらが大体比率として多いですか。私からは特別強制は、選択肢を伝えてはおりません。はい、その中でも多分長い目で見たときに、高校野球をするならば、自分の意識が大事で、その上で、軟式野球にするにしても、硬式野球にするにしても、自分の強い意識を持つ方が大事だと伝えています。はい、ありがとうございます。比率としてはどっちが多いですか。近年は硬式野球の方が増えてきたように感じます。はい、ありがとうございます。最後の質問なんですけども、監督さんされて良かったことを教えてください。学童野球は特に、真剣な子どもたちを見ると、そのプレー、悔しいところもそうですけども、そのプレーを見たときに、やっぱり、やってよかったなと、で目標に向かって一生懸命頑張る姿を見たときに、監督続けてよかったなと、感じています。はい、今日は大会ゲームはいかがでしたか。
そうですね、はい、この大会にかける意気込みも子どもたちも強かったので、はい、目標達成に向けて、はい、まず1勝できたことは良、かったです、はい、これからのご活躍も期待しています。本日はありがとうございました。